どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できるようになりますよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日もモリモリ張り切っていきますよ。本日取り上げたい曲は今声高らかに歌いたいこの曲です。ドーン、サザンオールスターズのリレー森の歌、こちらの歌お届けしたいと思います。ユニクロで今話題ですけれども、まあそれよりもですね、今この現代にですね、この歌をこう皆さん声高らかに歌って何かこうね、大切なものをですね、こう、取り戻すと言いますかね、育てていくと言いますか、そんな熱いメッセージがもうたんまりコンと詰まったもう激アツ曲。ウクレレ一本で奏でるのも最高ですから、奏でていきましょう。はい、本日は G ラボのガズモデルウクレレ。めちゃかっこいいでしょ。これとシンプル簡単バージョンでは、はい、こっちの初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていこうと思います。こっちの初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますからね。ぜひ Amazon で初めてウクレレ検索してチェックしてみてください。これ2月17日、長野県松本市でガズレレ無料イベント開催でございます。島原楽器店さんというんで、イオンモール松本でイベントがあるんですけど、無料なんですけど、お申し込みが必要になります。めちゃくちゃ面白そうなイベントになってます。概要欄に詳細貼っておくので、ぜひ皆さんチェックしてお越しくださいませ。さあ、レッスン入っていきます。いつものように2バージョンいきます。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンですけど、歌はですね一筋縄ではいきません。もう桑田佳祐さんですから、やっぱそこはこの言葉のねリズム感というかテンポ感、あのメロディーたまりません。一回覚えちゃうともう本当にハマりますからね。はい、そして後半はそこにリズムが加わる、ふんわり優しいビートでもちょっと力強い、こんなのを再現しております。ぜひ2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、まずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからどんどん自分の人生を音楽自分で生み出せるようになってね、楽しいですからね、始めてみてください。さあ、レッスンそれで入っていきましょう。まずは、初心者さん向け、リレー森の歌、サザンオールスターズ、シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。でん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 。
ズリレー、森の歌ガズレレ流、シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。わあ、この歌詞というか、メッセージがもうやっぱ歌ってさ、やっぱこう、ある意味感情表現でもあるけれども、なんかこう自分が思ってるメッセージ、こういうのをね、共感すると言いますかですね、もう桑田さんのこの、サザンオールスターズのこの曲でですね、なんか今日熱くなる、そんな気分を味わってください。歌詞も呼び込んでくださいね。で、今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に2番のパートをちょっとカットさせていただいてるんですけど、1番とね、大体同じですんで、まずはガズレレバージョンで練習してもらって、1番のコードを書いて、2番の歌詞を書き加えて、いずれオリジナルの楽譜とか作ってね、トライしてみるのいいと思うんですけど、まずはガズレレ簡単バージョンで全てのパート網羅されてますんで、やってみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますんで、それを見ながら何回も練習してやっていただいて、まずは1個目のゴール設定としては、今やってガズの簡単バージョンに合わせて一緒にできるようになるのを目指していきましょう。一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップにどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、ガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはやっぱり難しいでしょうから、最初は楽譜的なものを見て何回も何回も練習して、いずれはもう何回もやって頭に覚えちゃって、大空に向かって夜空に向かって星空に向かってこの曲を歌う、こんなのが素敵だと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるのということだと思いますが、安心してください。今の演奏は、はい、ガズのこの手書きのノートに書いてあるこのガズ手書き楽譜を見ながら演奏していきました。もうちょっとしたらですね、カメラにこんな風にアップにして、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まっております。ガズクラブ。このガズクラブっていうのはめちゃくちゃいいサービスで、これ一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたリレー森の歌を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のもうストックがもう山のようにあるんですよ。その中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね、参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね、盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね、大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんで、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。リレー森の歌、はい、サザンオールスターズでございます。このイントロなんですけど、これね、あの原曲だとこの前にももう一個イントロがあるんですよ。でもそこね、ちょっとコードとかちょっと難しかったんで、ちょうどあえてガズレレではこのイントロの後半のとこから曲を始まるよということに、ちょっとさせていただいておりますが、もうこのイントロでもすごく雰囲気ありますんでね、ぜひやってみてください。で、ここ、下に書いてあるこれワンブロックコード4つ、こういうところにも結構出てくるんですけど、このワンブロックコード4つは、かっこいいバージョンでやります。シンプル簡単バージョンはよりシンプルにするためにコード2個とか1個で置き換えてるんで、この辺ご注目くださいと。はい。そしてあとですね、ここにもコードが変わるところとか、下の段に書いてあるコードはかっこいいバージョンですからね、こことかもこう、いろいろ書いてありますね。この下に書いてあるのはかっこいいバージョンでやるいろいろなメッセージになっておりますね。シンプル簡単バージョンは上の段をやりましたよということです。こんな風に写しておくので、皆さん一時停止してお時間ある方書いていってください。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このね、今映ってるガズのノートのデジタルデータを、楽譜をですね、お手元にダウンロードしてもらうのもね、ガズクラブでゲットしてもらうのめちゃくちゃ今日も有効なことになっております。まずこのガズのノートの特徴ですけど、このここに V とかこのね、点とかついてるじゃないですか。はい、これがね、リズムのね、めちゃくちゃガイドになるんですよ。ちょっとここやってみますと、ワン、ツー、スリー、フォー、うん、誰かがうん、嘆いてた、あー、うん、みたいな感じで、これでリズムが分かるようになってるんですよ。すごいでしょ。伸ばしてるところにこう V があるのは休符ですね。ここも休符で、言葉の
あの上に点があるのはここでコードが変わってるってことですからね。うん、誰かが G7 嘆いてた Am C 美しいでか、ここで V があるでしょ。こんな感じでリズムが分かるようになっていたりですね。あと歌詞カードには出てないこの伸ばすというところ、この伸ばすところがめちゃくちゃ有効ですよ。あとはこのワンブロックに対してのこの歌詞の位置関係でもかなり頻度が隠されている、めちゃくちゃいい手書き楽譜になってますんでね、ぜひあのガズクラブにご加入いただいてこのゲットしてもらうのもあのめちゃくちゃおすすめでございますんでね、ぜひチェックしておいてください。お時間ある方はこの通りに書いていくといいと思います。まずは A メロ B メロ移していきます。はい、この辺結構早口ですからね。はい、この辺言葉ビチビチ詰まってますから。はいはい、そしてここサビですね。このサビがいいんですよね。おーそのわけをアンサーつって、もうこれがもうね、こう語りかけるようなサビ、ここがサビなんでございますけれどもですね。はい、でここもコードが4つになったりとかいろいろしてますよとかいうことです。でここが感想としてイントロと同じですね。イントロと同じ感想を弾いて、で本来ここから2番が始まるんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジ、ここからいきなりブリッジパート、いつもいつもっていうところに入っていきます。ここがね、またね、切ねえっていうかね、訴えかけられるところですね。もう、なんていうかね、熱い思いが乗っかっています。これでまた最後、ラスト、サビを展開していくということでございます。で、最後、ここエンディングで、ここちょっとちっちゃいですけど、イントロと同じですね。またね、このさっき出てきた感想と同じ、このイントロちょっとちっちゃくなっちゃったけど、メロディー弾いて終わるよ、ということになっております。はい。参考にしてみてください。テロップとね、合わせてみてもらうのいいかもしれません。はい、それではちょっとコードを見ていこうと思うんですけど、ちょっと今日場所がなくなっちゃったんで、この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるコードで、今のね、シンプル簡単バージョンはこのコード6個だけです。すごいですね。言っていきます。C と C7 と Am と F と Dm G7。この6個のコードでやっていきました。この今映ってる6個はガズレレでは超入門コードのグループなんで、初心者さんでもコードは簡単ですよ。はい、これはこれでございます。ガズレレ必須コードというグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、グレレ始めたばっかり初心者の方に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあるのと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単だけど、10個いっぺんにどんどん覚えようとすると何が何だか分かんなくなっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、10個のガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい、それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。その前にですね、やっぱこの曲今言ったようにコードたった6個なんですけれども、まあとにかく歌がやっぱりもう説明不要の奥深さと言いますかですね、ゆっくりな曲で簡単そうに聞こえるんですけど、歌ってみたら分かります。これ言葉のリズム感とこのメロディめちゃくちゃね、難しいっつうか奥が深いですよ。聞き込んで、やってみると難しさが分かると思う。サビも、おー、そのわけをアンサー、おー、この私に、おー、明日は夢見る、だんだんこう三段活用で盛り上がっていく感じとか、なんかこのね、雄大な感じがね、これ歌で表現されてるんですよ。コードはだってたった6個なんだもん。それはもう聞き込んで、歌の世界観をもうしっかりこうキャッチして、心込めて歌っていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではコードが3つ追加されます。まず1個目、Bm7-5。これちょっと難しいコードでも面白いですよ。押さえる場所は、こことこことこことここ。これ2つ解説方法があって、G7 押さえて、入門コードのうちの G7。で、親指で4弦の2フレットを押さえる。こうやって押さえるパターンが1個の押さえる。響きがいいんですよ、これ。いい響きでしょ。はい。で、もう一個のパターンは Dm、入門コードの1個 Dm を押さえて、小指で1弦の2フレットを押さえるパターン。これ、同じ音ですから、出る音はどっちにしても。なんで、これは、ウクレレを持つ位置が低い人は親指を使うと言ってます。ウクレレを持つ位置が高い人は、Dm プラス小指がいいと思います。はい。これね、A メロの中の後半でちょっと一瞬出てくるんですけど、なんとも切ない響きで、一瞬ですけどね、これ難しかったら G7 でも、全然問題なく弾けるんですけど、ちょっとトライしてみたい人、この Bm7-5、A メロで出てくるんでご注目ください。あと G7 を指すと、これは簡単ね、入門コードの G7 に小指、これ1弦の3フレット足して、これ、サスフォーを G7。G7 のサスフォーを G7。こんな感じで使っていきます。これ主に B メロで今日は出てくるかなと。そしてあともう一個 A シャープです。これは初心者さんが突っかかっちゃうコードで有名です。はい、1弦の1フレット、2弦の1フレット、3弦の2フレット、4弦の3フレットですね。こういう風に押さえるか、あるいは1フレット全部押さえてちょいちょいと押さえるかなんですけど、この A シャープはちょっと押さえるの難しくて有名ということで皆さんから質問が多いんで、A シャープだけを徹底解説している動画を概要欄に貼っとくんで、ぜひこれを見て A シャープマスターしてください。はい、そんなことでじゃあ今度はリズムの解説ですね。リズム、今日出てくるリズムこちらです。ドン。ガズペジオ、アイランドビートでいきます。今日はアイランドビート。あとはカッティング、このね三段活用でいこうと思うんですけど、このアイランドビートかっこいいですよ。今日はこのアイランドビートでちょっとねこうゆったり気分、いきたいと思います。はい、一応ですね、これ今映ってるリズムの解説概要欄に貼ってあるウクレレのリズムいろいろという
あの URL が貼ってあるんですね。そこのリンク先に飛んでもらうと、今映ってるそれぞれの濃厚解説レッスン動画がもうすでにそこにアップロードされているんで、わからない方はちょっとね、そこでじっくり練習してもらいたいんですけど、これからちょっと解説していこうとかなと思います。まずじゃあ最初イントロだけ解説しちゃうかな。イントロはガズペジオです。でん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  Am7F はい Dm で G7 はい、ここまでがガズペジオですね。最後もうワンブロック C があるんだけど、ここでアイランドビートが出てきます。はい、ガズペジオはもう大丈夫ですよね。ちょっとピアノっぽい感じのイメージで弾きたい時によくガズレレが使う弾き方です。このガズペジオは結構簡単にできると思うんで、さっきのね、わかんない方はガズペジオのあのリズムちょっと練習してやってみてください。で、この後今日一番メインになるのはこのアイランドビート。アイランドビート、ちょっと C、せっかく C が出てくるんでやってみると、C で弾いてみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ドンドン、チャッカタッカ、ドンドン、チャッカタッカ。これがアイランドビートと名付けております。まあまあ、厳密に言うと16ビートのチャの仲間なんですけど、ダンダンがチャッカタッカ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 。ちょっとこう、のんびり感がある。シャッフルのリズムですね、これは。リズムがちょっと跳ねてます。ちょっともうちょっとゆっくり練習してみるんですけど、これね、考えようによっては、チャを入れずに弾いてみますよ。そうそう。ジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャンジャジャンになるんですよ。今の8ビートっぽくないですか。ジャンジャジャンチャジャンジャンジャジャンチャジャンなんですけど、チャの位置に注目。ジャンジャジャチャチャチャンジャンジャジャチャチャチャ、これでアイランドビートになるんですよ。こうやって考えてみると、このアイランドビートって8ビートの延長でできるかなという感じがする。もう一回やってみるよ。ジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャチャチャチャンジャンジャジャチャチャチャ、面白いでしょ。これマスターしてください。でリズムちょっと跳ねてるシャッフル。ダンダンダチャッカダンダンダンガチャッカチャ。ちょっと C で練習しましょう。ワン、ツー、スリー、練習。これほぼメインですから、今日はこのアイランドビートでバッチリ決めちゃいましょう。これでいきます。そうするとさっきのイントロのところをちょっともう一回最初からやると、でん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  A マイナー G セブン F。ガズベジオはここまでやったらこっからアイランドビートに、から歌が入ります。誰かが嘆いてた。こんな感じですね。だからワンブロックコード2個もアイランドビートだから、誰かが嘆いてた。タッカタッカタッカタンタッカ、美しい森が消えるの。こんな感じでドンドッコチャッカタッカドンドッコチャッカ、ゆったりグルーヴ、優しい柔らかさ、このアイランドビート、この曲にぴったりかなと思って取り入れてまいります、ということです。ほぼこのままのテンションでずっと行くんですけど、あとさっきも言ったようにコードが響き変わってくるのがありますからね。 A メロの一番最後のところから B メロちょっとやってみます。思いやる人であれよ、せー、思いやるような。 Bm7 はあれと CFC だか、チャッカチャッカ。今の CFCC は CFCC チャッカチャッカ。 CF の時はチャができないんで CFC でチャッカチャッカ、こんな感じでいいです。次 B メロ。地球が病んで未来を奪える時代に、ここでサスポー G7、 はい G7 サスポー G7、 こんな感じです。もう一回、地球が病んで未来を奪える時代に、身近な場所で何が起こってるんだ。かっこいい。ここはちょっとね、かっこよく決めていきます。で、ここね、ゆったりですからね、あんまりガチャガチャ、早くなんないように注意、テンポがね、ゆったりビートが大事でね。で、その後、高校に集ってあなたを紡いだ場所を、ここちょっと特徴的なんですよ。もう一回、高校に集って音を紡いだ場所だ、ポンダン。わかる ?G7 ダンダン。このリズム。G7 ドンドン。G7 弾いて、一回 Dm 弾いて、また G7。このリズムのタイミング、ちょっと聞いてくださいね。ダンダチキダンダーンです。はい。ダンダチキダンダーン、ギターがあるー。今の、ツッツッダーンとこの A シャープ。ツッツッダーン、ツッツッダーン。このツッツッツのカッティングです。カッカッ、A シャープ。はい、ここがちょっとね、今日一番ポイントになる決めかなと思います。ここに集ったから、もう一回、せーの、ここに集って音を紡いだ場所を、ドンダン、歌がある。G7
のところ、ここもカッティングで、ね。一回ずつ音を止めてます。こういうのがちょっと小技ですけど、これカッティングはやっぱりね、今日はここは際立ちますね。この前の、歌が、ここね。カモンプラベナーとサビに入っていきます。ここがちょっと一番今日、大きい決めかなというふうに思います。あとはずっと淡々と、アイランドビートで。いきますからね。あとはね、繰り返しで、そのリズムの解説としては結構シンプルですね。はい。で、1回目のサビが終わった後に、もう1回イントロと同じ感想が入るんですけど、そこもアイランドビートですね。で、そのままずーっと行って、ブリッジパートのサビの繰り返し、ラストのサビもアイランドビートで行って、一番最後の最後でも、またイントロと同じフレーズが入るんですけど、そこはまたガズページオ、イントロと同じガズページオに戻ると。要は、つまり一番最初と一番最後がガズページオ。それ以外は全部、アイランドビートという。そんなね、感じになってます。だから、アイランドビートのこのグルーヴ感が今日はかなり大事になるかなと。ガチャガチャ聞こえちゃダメですからね。いつも言ってることですけど、手首で、このリズム弾かないで、肘で弾いてると、なんか全然もう、なんかガチャガチャになってるでしょ。こういう、ダンチャッカタッダン、柔らかいね、優しい。これがね、なかなか奥が深いですから。はい。R&B とぜひこれ、この曲でマスターしてですね、ふんわり、グルービーな、優しい感じ。優しい中にも力強さがある。そんな感じがいいと思います。で、やっぱり、A メロの時とサビの時と、弾く強さをちょっと変えた方がいいかもね。誰かが嘆いてた、というのが A メロでしょ。サビは、そのわけをアンサー。サビは力強く、そんなのも意識すると、こう一曲の中にうねりというかドラマが生まれてね、いいと思います。はい、そんなのも意識して、あとはさっきも言いましたけど、この歌詞の持つエネルギー、これもこの時代に本当にのなんかこう語りかけたいとか、みんなでテーマにしたいようなこうテーゼが詰まっているかなというふうに思います。そんなところもね、ミュージックビデオと重ね合わせて心に抱きながら歌っていきましょう。それではやっていきます。サザンオールスターズリレー森の歌、ガズレレ流かっこいい場所やってみる。誰かが嘆いてた美しい森が消えるの、ああ自分がいないの中、そうであると地球が病んで未来を感じたい、身近な場所で何が起こってるんだ、ここに集って音を紡いだ場所だよ。
のサザンオスターズのリレー森の宅ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやーこれはですね、本当こう背筋を正して歌いたくなると言いますか、本当にですねこう思いとともに奏でたいグルービーな一曲でございます。はい、芯の強さを感じさせるような演奏をしていきたいなと思います。じっくり取り組んでみてください。さあお知らせですけど、さっきも言いましたように、はい、松本でイベント、無料イベントですね、ぜひねお越しいただければと思うんですけど、予約が必要ですんでね、概要欄に詳細貼っとくんでチェックよろしくお願いします。お知らせです。はい、こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分が、これそれぞれ200曲収録というね話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売しておりますんで、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これはね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器が全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。